国賓としてイギリスを訪問され、チャールズ国王夫妻から艦隊を受けた天皇、皇后両陛下。しかし、放映の直前、皇居では異例の事態が起こっていたという。これまで両陛下が海外を訪問される際は、数日前に上皇ご夫妻がいらっしゃる赤坂の戦闘御所を訪れて、必ず出発のご挨拶をなさっていました。ところが今回に限っては、 それがなかったんです、宮内庁関係者昨年の6月17日にインドネシアへと出発された時も両陛下は14日に上皇ご夫妻のもとを訪れているしかしその直後から異変が続いた15日には陛下が出発前の記者会見で日インドネシア外交関係樹立65周年日本アセアン友好協力50周年というべきところを どちらも60周年、と間違えてしまった。いつも入念に準備して原稿を読み上げる陛下にしては、非常に珍しいミスです。また翌16日、出発当日の両陛下の取材が急にキャンセルされました。あまりにも異例続きだったため、陛下がご心配になるほど、雅子さまのお具合が良くないのではないか、との見方も出たほどです。 昨年のご訪問直前に、雅子さまのご体調が悪化していた可能性は否定できないと話す。ひょっとすると雅子さまにとって、上皇ご夫妻へのご挨拶が心身の両面で重い負担になっているのかもしれません。だから今回の放映に際しては万全を期すべく、ご挨拶を取りやめたとも考えられます。ところが7月5日、イギリスから帰国された両陛下は戦洞御所を訪れ、 上皇ご夫妻にご挨拶をされた。両陛下が戦闘御所に滞在されたのは約40分。過去にご挨拶に訪れた時よりも少し長めでした。皇室と栄王室は関係も深いので、チャールズ国王から上皇ご夫妻宛てにメッセージがあったのかもしれません、同前。その際に、出発のご挨拶がなかった理由を上皇様と美智子さまにどう説明したのか、気になるところである。 週刊現代2024年7月13日号より、同じような事態は、実は年始にも起こっていた。関連記事、天皇陛下と雅子さまには、お知らせ、が来なかった、新年の皇室で起こっていた、異例の事態、にて、詳しく報じている。